それが特に大学教授なんかそうですね。そうしないと学生が特定の考えに染まっちゃいますからね。第2番目に僕が出したのがね、これも20年前、もっと前ですかこれ30年ぐらい前ですかね。それは何だったかっていうと、沖縄の東の海で、イカダを回せつったんですよ。あの、皆さんね、古い人は知ってますけどね、古い人、古い時にね、お湯を、あの、お風呂を沸かすでしょ昔のお風呂はね、攪拌なんかしませんから、沸かしてる時は。 上の方に熱いお湯になってね、下がまあ水みたいな状態になるんですよ。で、手を突っ込みますとね、もうね、熱くて手が入らないぐらい熱いんですよ。それをね、ちょ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 っとこう、このぐらいやりますとね、攪拌されてね、混ざってね、それで下の冷たいのが上がってきて、もうすぐぬるくなって、それで少し手を入れてこうやったらですね、全く水みたいになっちゃうんですよ。ということは何を言ってるかっ,て言ったら、 温度を上げるのはエネルギー的に大変なんです。拡拌するエネルギーって大していらないんですよ。これを使ったらいいって言ったんですね。つまり、海っていうのは表面だけ。本当にね、あの、水泳の得意な人分かりますよね。こう、平泳ぎなんかでこう、水面にピタッとこうして泳いでらいいけども、ちょっとでも足が下がるとですね、下がった足の方がもう氷みたいに冷たくなりますよ。つまり、あの、 海っていうのは表面が暖かいんですけどぐーっと温度が下がるんですよ。ですから、ちょっとイカダにこう、プロペラつけてね、ガッチャッチャッチャッって混ぜるんですよ。それをね、沖縄の海ぐらいのとこ置いといたらね、もう東京あたりはもうすぐ30度に下がりますよ、今でも。<laughs> なんでやらないんですかね。やると、温暖化の金を取れなくなるからなんですよ。ちょっとデータだけ示しますとね、 だいたい地球ってのは緯度によって決まりますよね。赤道は暖かいし、北極とか南極は冷たいわけですよ。だから緯度で決まりますね。で、あの緯度の低い赤道あたりは暑いと。日本ですと本来は沖縄の那覇が温度が高くて、まあ東京なんかはだいぶ緯度が高いから低いはずなのに、今は都市化の影響がありますからね。沖縄が32度の時に、悠々と東京は38度とかなるんですけども、まあ、 それはともかくとしてえ、大体ね、あの、アメリカのロサンゼルス。これはですね、井戸で言えば東京、あの、日本の高知県に相当するんですね。高知県のところが、あの、アメリカではロサンゼルスなんです。で、高知県が34度の時に、大体ロサンゼルスは22度なんですよ。<laughs> 22度。22度ですよ。それはなぜかっ言ったら、こう太陽に、ね、こう、海流がこう回るんですね。日本の海流は、 赤道からフィリピン、沖縄を通って日本に来るんですよ。だから暑いんです。それがずっと上に行ってですね。それで、あの、千島列島、アリウサン列島、まあもう少し南ですけど、そこ通って、アメリカ大陸にぶつかってこう下がりますからね。その頃冷たいんですよ。だからロサンゼルスが22度になるんですね。もちろんこういうことはもう皆さんよく知ってて、 ヨーロッパが非常に北の方にあるのにあったかいのはメキシコ暖流であるなんていうのはですね、中学か高校の時に習うんですね。それを提案してもね、誰もなんとも言わないんですよ。だ、なんでかって言ったら、大体地球温暖化で温度を下げる方向のことを提案した人っています <laughs> いないですよ。それから3番目が、この前、これで私20年ぐらい前から、 あの、沖縄の人と協力して、今、琉球大学なんかでも仕組みやってますけども、火力発電所ね、石炭の火力が特にいいんですけど、石炭の火力を炊きますでしょそうすると、煙が出ますよ、CO2. それをね、海にブクブクブクってやるんですよ。そうするとね、太平洋は CO2 が少ないんでね、魚は、C、魚の肉と CO2 ですから、それをね、言ったらね、早速、この嘘の方ね、煽る方の NHK がね、 恐怖を煽る人がね、特別番組組んでましたよ。<laughs> CO2 を海にね、ブクブク入れろーなんていう人がいるけども、そうすると海が酸性になって、ね、そしてなんか、貝かなんか、プランクトンかなんかの、えー、骨格を持ったやつが溶けるとか溶けないとか、自然が破壊するとか、そのまた例としてね、海底のなんか特殊なところを撮影してましたよ。NHK ってのは本当に立ち回りね。 NHK が立ちがあるじゃなくて NHK の中に立ちの悪い女性がいるらしいんですよ、一人。あなたね、少しは科学の勉強してって言うんですよ。物が反応して酸性物質ができたら必ずアルカリができるんですよ。この世の中は中性なんですから、<laughs> 酸性物質だけできるなんて方法があるんですかねもう、ノーベル賞なんかも取れますよ。<laughs> だから、 石炭を燃やしますとね、石炭とはもともと木材、樹木ですからね。もちろんいいんですよ、これ自然に。それを燃やしますね。だからこれ焚き火みたいなもんなんですよ。火力発電所の中で焚こが、焚き火しようが同じですね。そうすると上から酸性の CO2 ガスが、温暖化ガスが出るんですけど、下からアルカリ性の金属酸化物が出るんですよ。それをだから両方海に入れればいいんです。なんでそのまま海に入れればいいかっていうと、それは、 燃えかすだからですよ。燃えかすの、植物の燃えかすってのは動物にもいいし自然にもいいんですよ。植物が燃えたら毒性が上がるなんてことないんです。それはね、その植物が燃えたら植物の体の中にあるわずかな毒、毒物も出てきますから、そういうのはありますよ。だけども、それを全部合わせちゃったらいいんですよ。そしたら元の植物ですから。だから、上から出るガスと下から出る灰ですね、灰。簡単にはガスと灰ですよ。 それを混ぜて出せばいいわけですよ。<laughs> そしたらもう、これが本当のリサイクルですよ。NHK の人間違えないでくださいね。あなた方は何をやろうとしてるんですか <laughs> 地球を破滅させようとしてるんでしょそれでそう、ああいう番組組んじゃいけませんね。まず第一、あの、子供に科学を間違えさせますよ。それから、えー、せっかく豊富にある石炭というものを使ってリサイクルですからね。 石炭っていうのはもともと CO2 と金属酸化物を集めて植物が自分の体にしてそれが石炭になったわけです。それを元に返すんですから。NHK リサイクル嫌いだったんですかね僕 NHK って言わなくてもいいんですよ。テレビって言ってもいいんですけど。NHK が特に頑張ってるのはわかんないですね。だって NHK ってのは間違った科学を宣伝する場所として私は受信料を払ってんですかね 科学者としてそれはできません。まあ皆さん覚えてほしいのは NHK の批判じゃなくて、技術が嘘がある場合、共振だけをやる場合はこういうね、積極僕これ3番なんか沖縄でまだ研究してるんですから、今。一生懸命。まともな研究ですよ。石炭を燃やしたカスをもう一回海洋に入れて、それがどういう風になるかっていうのをまず研究で当たんなきゃいけないから。まあ20年もやってるんですけどね。何しろね、 温暖化が嘘なもんですからね。だから嘘については解決策言わないんです。今度ね、温暖化の解決策を言う人がいたら、これはちゃんとその人は本当に環境を守ろうという気持ちがある人だと。いうことをわかってください。